間がやってまいりました。ということで今日何するんですか。何するんですかね。なんか鼻から暗雲が垂れ込めておりますけれども、はい、やだ。最近までなかったくせによく言うよね。なんか逆にこっちが台本作って見せてやろうかって思ってますよ。もうグダグダじゃない。もうだどっちが台本読んでたって話なのこれ。伸びちゃった、お金が。顔芸で売ってない。そうね。だって別に顔芸ってトークの中にこう盛り込まれてるものだから、そこだけを切り出したことってないよね。顔芸をフューチャーすることないですよ。から行きましょうか。これほど気の乗らない選択肢ってのもないよね。だってくじ引いて一つは当たりがありますじゃなくって全部外れ、全部外れ、当たりがない、ね、それを選べって言うんだから、何のモチベーションで選べばいいっていうの。それでブスのチッチャブってればよっぽどいいわ。失礼しちゃうわ。本当まだ言ってますね。あ、ええ、あの意外とね、質問です。ですので、今日は生クラになった顔芸を、ね、昔より錆びてるかどうか検証します。最初から顔を痛めつけていくの。ちょっと痛めつけて、顔の表情をいただきたいですね。ド S。 なるほど、ちょっと S なんだ。じゃあ私向いてるかも。M だから。やったじゃん、うん。受けて、おかみ。はい。攻めて、み。あ、じゃあ私がこれを引っ張って離せばいいってこと。そうです。絶対に離さないでくださいね。もちろん。ね、離さないでくださいねって、こっちは離すんでしょ。私離す。ね、この不公平感。え、やだ。じゃあ行きましょうか。え、やだ。うん。あ、なんかね、ゴムフェラの匂いがするわ。ちょっとやめてください。いけますよ、じゃあ、はい、話すタイミングも私でいいってことですね。いいです、はい、うん、こむくんが怖い。話さないでくださいね。うん、わかった。うわ、怖い怖い。むくん結構いい。いいの？新しい世界が開きそう。本当？嘘に決まってるじゃない。こんなもんで開いてたまるか。もっと違うことで開かしてきたわよ。ちょっと今引っ張り弱いんじゃないですかね。え？出た。ちょっと今の欲しい、欲しい映像じゃなかった？ド S 出た。この野郎。思ったより当たりタグ痛くなかったですね。後でミーティングだからな。もっと引っ張っちゃっていいですよ。もっと引っ張っちゃって。エルワン来れない？入れ技から飛んできたら嫌よ。うんうん、うわー怖い、これわー怖い。結構本怖。なるほど、テレビの向こうじゃん。テレビの向こうじゃん。テレビの向こうじゃん。ねえねえ、来そうなようにしてよ。来そうなタイミング、全然来なそうなタイミングだったからさ。ちゃっ突然来たから。でもいいわ、綺麗に撮れたと思うの。どう？もうどうでもなんもいいもん、うん、もうこれはこれでいいもん。行きましょう、うん、はい。で、そっち離すんでしょ。離さないよ。ほんとよ。あ、離れないように奥歯でちゃんとグッてやるから。私もじゃあノーモーションで行くね、さっきみたいに。いつ来るか分かんない。そう、意外になんか心にそういうの持ってたでしょ。やだやだやだ。あ、え、ちょっと待って、ちょっと待って。やだ、僕がやるから。あ、やだよ。ほんとや。わっちゃん、わっちゃん、いってなんかこっちの右痛いよね、これ。左ビンタされた感じ、今。ね、ちょっとね、どういう映像か撮ってあげる。母よ。母よ、お前。母よ、お前。
わかった。おお、迫力ありますね。そうでしょ、怖いす、ね。すごい迫力ありますね。怖い。どうすよ。はい、次。はい。次、熱々おでん。早いな、もう。で、今準備します。ものすごい入念に温めてる。すげえ、また温めてる。すごい入念に。そんな熱くなかったっけ。スタッフの方が仕事を仕上がってますよ。普通に食べたら美味しいんじゃないのかな。どれ行く？熱いものの代表って、こんにゃくか、味しみ。味、じゃあ卵にしよう。卵？ちくわとか。うわぁ、汁がすごい入っちゃう。ちくわとかあるな。やんなぁ。じゃあこれ一口でいっちゃいましょう。本当？あっはっさあ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 、真剣に熱かったびっくりした。入ったよ。本当？ジグワが入ったミラクル。こんなことってあるのね。卵も逃げどころないよね。そんな風に転がしたら、あ、そんな転がしたら、ああそうするの？そうやってるのね。あ、やだ。あ、そんなに転がしたら、ちょっと食べれない。いや、だって、なんか転がしてるから。食べれない。いただきます。ピッコロさんみたいになってる。食べない、うん、うん、あとね、それ食べたんじゃなくて産んでる、もう食べない。ちょっと間近でそんなの見ることない。噛むよ、噛む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 入れた瞬間熱いかなと思ったんだけど、出るよね、熱いもんってね。ああ。二人ともいい表情しますね。あ、自分じゃ分かんないからね。熱いですか？熱い。熱い。熱いよ。なんか飲みます？飲む。なんか飲みましょうか。いいよ、ここにジャスミン茶あるから。飲み物ちょっと用意してください。お願いします。いいってば、ジャスミン茶でいいって言ってるでしょ？なんかもう汚ねえ色のが出てきてるけど、何これ？池の水全部抜く大作戦。うわ、やだ。匂い危険。何これ？臭い。これドブ水です。ドブサイダーです。これは商品なの？飲んじゃいけないやつじゃないですか？無果汁だって。これね、ビレッジヴァンガードさんで購入してきました。あ、でもね、材料にドブって書いてないよ。あ、じゃあ大丈夫ですよ。飲めますよ。あのね、リンゴ酢、はい。え、リンゴ？アンズピューレ、紅花口なし、カラメル。果実ってここ書いてあるのに無果汁って書いてあるの。どういうこと？これなんなの？ジャロ案件じゃないこれ。一回テイスティングしてみましょうか。果汁が入ってるのかどうか。あ、そういうこと？はい。よし、じゃあプロの舌でちょっとね、日頃日本酒とチンコで鍛えたこの舌で。何ですかその日本酒とその。どちらも口に入れるものでしょ。見てわかる？ドブの色。なんかさ、理科の実験で。あ、青緑とかそんなんなかったっけ。なんか亀の水槽だ。わかる色はね。これちょっと2人同時に行こうよ。そしたら嗅いでみようよ。うん、飲み物じゃない。なんかリポディみたいなね、匂い一瞬するの。するよね、少しね。ねえ、この成分の中からなんでこの匂いを引き出してるわけ。これ何？吐きそうかもしれない。ちょっと待って、こもってるよね。やばいやばいやばい。いや、すごいいい表情。ちょっといい？うわー、ないこれね、出ちゃう。ゲボが全身にゲボが出ちゃう。すごい痛っ。すごい噛み締めてる。鼻にね、抜いたらダメ。これ鼻に抜かなきゃ多分いけるわ。鼻に抜くからダメだったと思う。え、ダメ。マジで？わ、わ、
理ダメだ、なんだこれ。専門的に言いましょう。匂いにはですね、こう嗅いだ時のね、上立ちがと、あと口に入れた時の含みがっていうものがあるんですけれども、この含みがの方ですね、豊かなドブ臭、これよく作ったわね。うん、ブー、くせ、くせ、くせ。じゃあドブは大丈夫ですかね。あ、もう一杯向こうも終えって言ってるいいよジャスミン茶で。ちょっとあの交換していただいて。なんでだよ。あのホワイトデブ言ってるから、あの着色ダメなんですよ。あ、私がね。そう、この野郎オフラインを持ち込んできたな。なんで専門用語で言うこすりか。こすってんな今。お口直しにあの乾杯していただいて。はい、こんな気の乗らない乾杯もないよね。あ、辛っ！酸っぱい！なんだこれ？タバスコ？何これ？これ唐辛子とかいろいろ入ってます。あ、はい。喉が焼けるぐらい。あ、辛い！何これ？限界突破系罰ゲーム。ご注意。一気飲みや一気食いは大変危険ですので、おやめくださいって書いてありますよ。これ。激辛い味と超酸っぱい味。あのね、舌の膨らみを感じるぐらい、舌が脈打ってるの、こうドクドクと、ちょっと、あれが、こういうのでやってると、こっちがこうリアクションオーバーにしてるって思うと思うんだけれど、やべえ、これバカじゃないの、これもビレッジヴァンガード？それはドンキホーテですね。ドンキホーテか、じゃあしょうがないな。しょうがないかね。あとでスタッフで美味しくいただきましょうね。楽しみだわ、撮影の終了後が。ほんと、これ静かになったじゃない。はい、じゃあ次行きましょう、はい、次は食べ物系じゃなくて定番ですね。これ何でしょうか。ちょっとこれお渡しします。え、あー、はいはいはい、懐かしい。よくこれで遊んだ。ちっちゃい頃遊びましたよ、ね、遊んだ。なあった、そんな、そんなもあったの。あったあった。これを人に向けたら危ないので、上か下にやってもらって鳴らしてもらいます。あのこれ今あの私の方からダメ出ししていいですか、はい、もう全てはネタがバレてるしダメですね今普通にだから渡す時にバンって鳴らしたらよかったのダメ出し出た。大丈夫です。ヘッポコだよね。大丈夫です。大丈夫なんです。それは後でわかります。あ、ねえ、これ自分の服、うん、こっち、なんか液とか出てくんじゃないの。え、やだ。私たちほら、感謝されてもいいと思われてる。それはもう過去の話。やだ、本当に全然過去じゃない。過去はやったけど、やったけどって。やられたでしょ。やられた感謝しちゃった感謝しちゃったら大事だよ。じゃあちょっとそれ、逆に違うマニアがやってくる。じゃあ、おかみにちょっと表情いただきましょうか。あれもういい、もういいよ。今のがね、多分抜群の絵撮れたと思うよ。だってもう終わりでしょ。おほらな、これさ、近所来るよ、近所が撃たれたって思うよ。これはどこで買ったの。これは100均です。そこの100均にも後で連れてって。うわぶちゃ、連れてって。うわぶちゃ、ちょっと貸しとけ。やだ、普通にびっくりするよね。うん。どうしたの？あのあれ？あの爆発音。ああ来た。爆発音。ああ来た。子供かよ。あんた赤ん坊みたいになってるよ。赤ん坊。赤ん坊って何？春先によくいるちょっと。ああ来た。死にたいわけ。茶が持ってさ。いい大人が。じゃあこれちょっと持って。一回持ってください。持ってくださいって。私が持つの？で、これビリビリです。だからなんで言うのよ。これもビリビリです。なんで言うのよ。ですので、うん、これは銀のところを両手で持つと痛いはずです。で、あれ？あの、スローモーションとかするでしょ。ウィーロース。これをタイムラプス
スで撮って元通りになるかとかやってもいいんじゃないの。確かにバンって って言うでしょ。じゃあ行ってみましょうか。いくよ、せーの。さっきの鉄砲より俺ずっと驚いた。うん、あ、やだ、すっごい手に扱いしてた。じゃあ、いってらっしゃい。やだ、ちょっとすごい怖いこれ。あ、痛い痛い痛い、今出てきた。嘘だね。違う、あの、ね、ガチ、あのね、分かった、ビリビリってきた。 あんた本当に来たの今ね、アホだった。ちょっと今、あの、取れてた？今取れてない。ガチでこっちに来たらビビリってきた。びっくりした。何？だって光った見て、絶対後で編集したら見えてんだから。もういいよ。こんなもん、本当に行った。これすごいビリビリってくるね。うん、びっくりしちゃった。あ、どうも。これわずかしょー、ちょっと落ちなさいよこれ。来た来た来た。もう終わりですか？じゃあ最後に。まだあんの？じゃあ最後に、じゃあ顔芸でもう何も使わないです。飲んだり食べたり触ったりして何もしないんで。本当？はい。それだけじゃダメだったの？これが一番面白いかなと思って。それだけでいいじゃん。だったら言葉を発しながら変顔してもらうっていう。だ、例えば神といえば赤マムシ。赤マムシ。ちょっと赤マムシって一回言ってもらっていいですか？赤マムシ。うわー、すごいですね。さすが。ミヒ、言ってみますか、赤マムシ。じゃあ行きますよ。うん。あ、わかんない。ちょっと今やろうとしたけどわかんない。変顔って何？本当よね、うん。要求されるもんだと思ってなかったからね。うん。行きますね、じゃあ。赤マムシ。ちょっとね、死に余韻が必要かも。もっとこう、蛇のように。ここに赤マムシがこう、トグロ巻いてんだ。あ、なるほど、うん、トグロ巻いてる感じね。うん、赤マムシ。いや、でもできるし、やっていいんだけど。ていうか、濃ゆいね。ちょ、今の噛まれた、噛まれた。噛まれた。こちらマム噛まれた、噛まれた、どこもあったもん。しゃ。すごい。やだ。そうそう。これ、見られるんですよね。そうだね。やだ。行くとこ見られるより恥ずかしい。本当ですよ。ね、最後に。バカじゃないの？これさ、いや、わかるよ、わかるよ、わさびでしょ？ねえ、これメロン。どれか、メロンじゃねえよ。じゃあ、あんた食べてみなさいよ、メロンだって言うならさ。そうだ、食べなよ。ていうか、そういうことよ。メロン、メロン、メロン、わさびってやるでしょ。だってこれ、どう見たってチューブから今出しましたって形状してるもん。これ正解言うと、うん、正解、わさび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 ですね。知ってるよ。ちょっと面白いけど。上物があるから食べれるんですよ。で、しかもさ、こういうのってさ、1個はご飯だけにしといてさ、じゃんけんしてどれから食べますかって言ってやりゃさ、取れ高も取れるものをさ、うん、これただもうだってこの食って、ね、辛いっていうとこだけしか取れないじゃん。そうだよ、だからどっちが辛いのかみたいなさ、そんなのできないじゃん。じゃあ最後どうします？じゃあどっちか罰ゲームで。なんかちょっとしかも怒ってる感じになるし。怒った。あ、おじゃん。じゃあどっちか行きましょうか。あ、もうチンコ出すわよここで。それはやめてる。全部使えない映像に。一緒に行きますか、じゃあ二人で。どうせだったらね。ニューカニティ。あ、どうぞ。本物だ。今日全部本物ですからね。もちろんそうでしたよ。そうでしたとも。なんだこれとか、あとビレッジヴァンガードとか。ドブのやつとか。ドブのやつとか、もうほんと。いや、すいません、いただきます。
あ、これ航空のが。してる時ってあるのよ、うん、行く瞬間あのね、私ね、可愛い男が、かっこいい男が、うん、あの射精する時にブスになることを行きブスって呼んでんだけどえ、どんな顔するんだよ。あのね、あのだからこう整ってて、最初はこうハーハー言ってるのに、うん、射精の直前になった時だけなんかこう、うん、悪魔つきみたいになる人いるでしょ。わかんない、あまりになる。っていう、え、どんな顔ですか、どんな顔ですか。